千代さんのとことん過激に行ってみようか。はい、このコロナ禍の中で、仕事で沖縄に行きました。人生初の沖縄でございました。清原邦人です。はい、僕はあの大阪札幌発着が GoTo 対象外になる前日に千歳から大阪に帰ってきました。中の人です。はい、ちなみに遊びです。よろしいな。あのただ出発前は札幌行くつもりやったけど、うん、ちょうど直前にそういう風な話になったので、本当に田舎を巡る、なんかローカルな人しか来てへんような温泉をどんどん巡っていくっていう。嬉しかったでしょうね、温泉の人か方々も。あのね、別に善人ぶるわけじゃないんやけど、うん、お金使わなきゃっていう意識になる、うん、観光地のね、うん、お店ね、うん、バタバタ閉まってるんですよ、うん、で踏みとどまって開いてる店が何軒かあって、なんかいるかいらんかわからんもん全部買うとけみたいな、うん、お土産とかも、あ、もう多かった、これ5個ちょうだい、5個って、うん、それが何の足しになるのかわからないけど、なんかそんなね気分になる。なるほどね。あのこの間も僕もあの重曹にねお気に入り あの飲み屋さんがあるんですが、うん、あのホルモン焼きのお店で、うん、あのお昼やってるっていうからお昼食べに行って、うん、ランチタイムちょっと微妙に外した時間に、うん、あの奥さんに電話して、うん、今日晩飯弁当でもいい、うん、お店弁当もやって、うん、弁当も2つちょうだいって、うん、なんかそういう風にね助け合わないとしんどい。そうそうそう、それですよ本当に、うん、そう、なんかそんなことを思う今日この頃です。はい、これの配信がね2月の下旬から3月の上旬ぐらいなんですが、うん、ねえ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 、この番組はってやつ言ってないけどいいの？ほんまや。この番組は音楽家の人物像を紹介していく熊の音楽チャンネルのオーナー正男と、私中の人が清さんことオペラ歌手清原邦人さんとダラダラ喋っていきながら、オペラのことや声楽のことについて興味を持ってもらいたいなとスタートした番組です。これで大丈夫？いや今のこのまま行こうよ。もうめっちゃおもろいわ、急に始まったひどい。はい、ほんで、はい、読んでこう配信時期がね3月頃になると思うんですが、はい、入試、はい、卒業、はい、卒業、入学の時期ですよね。それにまつわる大爆笑エピソード一つと。推薦入試だったのでこの時期ではないんですけど、入試という意味では同じだね。推薦入試、うちの親父もほら音楽家なので、うん、今日の親父の同期とかの先生とかいっぱいおったわけですよ。ほんなら僕が受験するときに、今年は清原のところ息子が受けるらしいでという情報が流れてて、ほんで受けに行ったら、まあ、明らかに僕も親父と顔そっくりですから、もう先生が全部こいつ清原やろみたいなことになってて、ほんでこうなんていうの、採点するのもね、なんかニヤ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 しながら笑われて、あの歌った覚えがありますよ。まあ爆笑とかできませんけども、そんなことでね。まあ、その話を1年前にあのきっちり同じぐらいの尺でしてましたよ。マジか、うん、もう俺も何言ってるか覚えてねえな入試の話でしょ、なんかあったかな。なんか森雅人っていうあの音響の同級生がおるんだけど、あいつと入試の時に友達になって、うん、っていう話もしたわ。それはしてない。ああ、入試の時同じあの枠組みやったんですよ、うん、で、なんやかんやと意気投合したんで、うん、昔メアドとかが今度なかったじゃないですか。はいはいはい。だから受験票にある住所、うんうん、をビリッとお互い破って電話番号、家の電話番号を書いて、うん、あの名刺代わりに使って、うん、あのこれあのまた受かったらよろしくって言って、うん、でそこで友達になりました、うんうんうん、なるほどね。そういえばね11月かな、うん、現場でご一緒でした。あ、そうか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 。で、はい、またねあの機会があったらねこういう対談みたいなのでね、あの家で録音する時のマイクどんなのがあったらいいみたいな話とかをちょっとねしたいなと思って。それさ、Zoom で一回できひんのかね、さ。あ、それでもいいかもしれない ね、それやったら、それこそ、うん、じゃあ歌の人におすすめのマイクの話とか、うん、これがええと思うねんとかちゃうなこのマイクやったらこうね、こっちやったらこうやねんけど、これがちょっと分からへんねんけどって言って笑うよ。それはね、ちょっと誇張しすぎ。あ、そう、うん、
うん、で同じくね推薦入試だったんで、うん、最後の方高校あんまり学校行ってなかったんですよね、うん、でなんかね卒業式の予行練習みたいなのあるでしょ。あるある。でうち高校制服がなかったというか標準服って式典の時とかは絶対これやけど、うん、普段は自由でいいですよ、うん、あるね。で、まあ、横やからええかって言って紫のコート着てて、うん、うちの吹奏楽部がね、うん、全国大会に出たので、うん、校内表彰を卒業式のリハーサルの後についでにやると、うん、で僕副部長だったので、うん、みんなその標準服を着てる中紫のコート着てるやつが前に行って表彰されるっていう。おお、なかなかパンクやねいやいや、そんなのがありましたよ。はい、まあオープニングはこれぐらいにしまして、はいよ、本日のメインに行きましょう。はい、本日のメインは舞台上での失敗トーク。はい、まあ、失敗に限らずハプニングでもね。ハプニング、うん、なんか面白いのあります？学生の時に、うん、一番覚えてるのは先輩の大学院の修士のオペラの時に、うん、パリアッチ道化師たちっていうオペラをやったんですよ、うんうん、舞台の上でお芝居があるっていうオペラなんですよ。うん、大体舞台の上でお芝居、舞台の上の中にもう一個劇中劇っていうのがある。あ、なるほどね。はい、ほんでそれを見てる観客の役なんですよ。ほんでこう劇中劇の中でこう話が進んでいくときに白熱するシーンがあって、うん、おーすげーって体を乗り出さないかとね、うん、野外でオペラを野外で演劇をやってるって設定やからベンチに何人か座ってるわけさ、うん、で僕真ん中やってそのベンチの、うん、ってやったら椅子がパキンって壊れて本番中、うんうん、ほんでえってなったら、うん、こうなんかうわこめでもめっちゃ緊迫してるシーンやから、うん、あんまりこっち側が動いたらあかんのよ。やっぱ目がいくから、うんうん、普通に考えた方で見てバキッおい何や椅子おい壊れたやねんけどどないしてくれねんな、どこ座るとこないかいな、あそこあるな、よし座ろうかって、ここまでがワンセットやね、うん、最後そんなやつはめっちゃうるさいから、うん、目立つから絶対できひん、うん、でもバキッってなって、うん、ほんで両サイドのやつは、うん、3人座りの両サイドのやつは横にシュッてのけよったんや。ほんなら俺一人だけ真ん中でこれもう半分椅子壊れてんのに中腰でもまあこれこの椅子の上後ろとお前こうやって持って俺は今座ってるよって言ってこうやってやってんねんけどさ、うん、もうプル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 ってなってきて、うん、でもう結構大変やったっていうのが一個やな。なるほどね。これはきつかったで、ね、ほんなら俺の後ろのやつはもうそれがおもろってしゃあないわけよ、うん、清原めっちゃ中腰になってるやつってなってるからめっちゃ緊迫してえっっていうシーンやねみたいな顔になってるし、うん、もう大惨事やあんなもん。あ、演技をするからハプニングも当然多いよね。まあ多い多い、うん、あとはせやな、マテキで、うん、セリフが終わってへんのに、うん、曲が始まったことある本番。しかも俺その1曲知らんかったよ、うん、僧侶っていうやつで、うん、デバレトーイフェンって歌うんだけど、うん、しかも前作もさヤーパ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 ーしかない、やっぱパーパーパーベーバーって歌いやすいんか、うん、ほんなら僕の相方の人がセリフが喋る前にオケがなっちゃって、うん、ほんならもう初めに2小節ぐらい歌ってへんわけ俺、うん、ここからしか入られへんみたいなところしか入るやんか、うん、ほんそういうのはあったね。いまだにそれは前それに言うけど、うん、あの時ほんもうあれはなかったっていうのはいまだにもうネタで言うけどね。あとは小道具が壊れたりとか結構あるよね。ああ、うん、ほんまあった一個めちゃめちゃおもろいの、はい、カンピエロってオペラで、うん、僕おばあちゃんの役やったんですよ、うんうんうん、ほんでほうきでこうやってずっと履いてる役なんですよね、うん、で隣の家に住んでるおばちゃんとめっちゃ喧嘩になるんですよ、うん、で真ん舞台の真ん中に井戸があって、うん、で井戸のこの枠組みのところを、うん、このほうきでお前うるさいわバーンって叩かなあかんシーンがあったんですよ、うん、本番の時にバーン叩いたらほうきがパキーンって降りて、うん、折れてファッサーって上に上がって折れたってなるわけよ。こっち側も向こうもこっち側も、うん、ほんでそのファッサーって言ったらそのまま井戸にポチャーンって入っててあーってなったのはめちゃめちゃおもろかった。ああ、もうあれはもう二人ともってなってるし、うん、あとはそのオペラはゲネの時も面白くて、うん、ゲネの時にこうみんなでこうストップモーション喧嘩し全員でくんずほぐれつ喧嘩しててそこにストップモーションになるんですよ、うん、
ほんなら一番最初に後輩の橋本君っていうテノールが言葉忘れたけどフレーズはタタカタタティーターみたいなフレーズやったんですよ、うん、でこのティーターの声裏返ったんですよね、うん、タタカフーハーってなって事故よ、うん、ちょっと面白くて俺が、うん、あ僕もそれ同じフレーズ次歌わなかった、うん、だからこいつが裏返ったからいや俺も裏返らせた方がいいかなと思ってタタカタタヘーハーって裏返したよ、うん、ほんならもうここでみんなクンズほぐれつやってるやつがみんながってやってストップモーションやのに全員クワーって肩揺れ出したとかっていうのは面白いのあるよね。事故というかもうなんかもうネタやけどあんなは。なるほどね。もうそんないっぱい僕じゃない話いっぱいあるけどね。ああ、うん。ある先生が上はゴリゴリの歴史ものの服着てるのに、うん、靴だけあのハイテクスニーカーで出てきてしまったとかね。ああ。ああなるほどね。めっちゃおもろかったけど。ああ。道具を小道具を忘れてきたとかね。手紙を忘れたから、うん、この手紙って見せなあかんのに紙がないから。めっちゃちっちゃいこの手紙ってこうやってあそうやったりとかするのとかあったりとか。オペラは多そうやね。オペラはまあまあ多いかな。事故というかなんかアクシデントはね結構マントが絡まったりとか物が折れたりとか、うん、サーベル抜いた時にサーベルのここからがパキンと折れてもうたとか勢い余って。そうか。なんか全部映像撮ってたらそれだけ繋いでいったら面白いね。いやなると思う、なると思う。うん、まあまあ関西なんかほんまにもうでも僕が思うだけでも10個20個ぐらいあるもんね、うん、ハプニングは普通のね、うん、演奏会、うん、でなんかハプニングってある普通の演奏会でのハプニングねそれはなかなかないそれはなかなかないかな身一つやもんね、うん、まあ声が出なくなったりとかっていうハプニングとか、うん、急にバッて引っかかったりとかっていうハプニングはあるけどねあなるほどね、うん、一回僕もそのコンサートで3曲続けてオーケストラで歌った時に3曲目の時に喉が一瞬カンって乾いてしまってあーってなったことがあるその時はなんかオーケーの人は「いや今日はさ急にそこでピアノにすんねんなんておしゃれ」と思ってくれた人もいるみたいなああ前そのも「あそこへそのふうにピアノにすんねんなるほどな」と思って「ふん」ってこうやってあの引き換え戦えてくれたとかしたけど。うん、あれは事故やったっていうなるほど、うん、そういうのはあったりとかまあ上がうまいことはまらなかったりとかっていう事故とか、うん、なんかそういう事故は儲かれそうな方があるやろうけどねそうか僕はあんまりないよね映像とかはないな電池が入ってなかったとかさそれは事故じゃない事故や日常ややばい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 直せよ、うん、あの今ねカメラがね、うん、仕組みが全部新しくなってね、うん、スイッチの場所がわからないのよねああの各社ちょっとずつ配列が違うからこれは、ね、どこの会社なのこれはソニーこれはそれはパナこれはパナああパナとパナでもやっぱり仕様は違うのスイッチの場所は違うああやっぱりねでかい方が、うんでかい方が全部あのこうなんていうのかなこう構えた時にスイッチが全部手に届くところにある、うん、あでちっちゃいのは例えば同じキーに2つの機能を割り当ててたりとか、うん、あなるほどねそうなるので扱いにくいのは扱いにくいうん大きいとそれぞれにボタンがそうそうそう あれやねあの木管楽器みたいなあそうねこっち金管楽器みたいなうんあうまいこと例えたんじゃん俺今おい残念で同じようにこれ同じぐらいのサイズでしょこの2つ、うんうん、ちっちゃくするときにコンパクトにまとめ方が各社でキャラクターが違うわけあなるほど大きいサイズのやつだと、うん、結構どの会社のやつやってもそのよく触る機能っていうのは大体、まあ、ちょっとこの辺にあるよなっていうのが決まってんねんけどそれはねもう本当にソニー持ってもキャノン持ってもあんまり変わらないなるほどただあのここにねここにスイッチあるボタンが1個ここを構えた時のここでピッて押せるはははははでこれが、ホワイトバランス調整するボタンがついてんねやけど、うんうん、これと同じようなサイズのキャノンのここはレッグボタンがついてるあだから僕キャノン持った時に間違えてそれ触るつもりで収録止めてしまえへんか心配やあこっちに慣れちゃうとねそういうことがあるんやなそうそうそう面白いね、うん、
何の話やったかな。失敗の話。あ、失敗の話。あとはまあそこの間の話したクリスマスツリーの裏に隠れてた事件とか。そういうのはないな。でも本番中僕らが本番中の事故な。出番を落とすことは普通のコンサートではないもんな、もちろんな。うん、あと僕ね、うん、本番中によく地震が来る。本番中3回地震に当たったこと。うち1回はあのちっちゃいライブハウスで、うん、裏の荷物こんなわさわさしてる雑貨ビル、うんうん、でグラグラ揺れて、うん、なんか落ちてきそうなものを支えるっていう状態な。はあ、それは未だに経験ないな、本番中に地震は。でバンドのしてた MC のやってた人がうまいことを処理してくれたから、うん、あ、よかったよかったと思って見てたけど、うんうんうん、でピットにいる時に地震来たりとか。オケピットにいる時に地震来るとね、なんかね地響きがするの、ゴゴゴゴゴって。なんか揺れてるっていうより何の音これって。カツラは結構な事故多いね。ほんなら変装特進だってさ、うん、先輩が僕たちはアルバニア人の紳士だったんだよっていう風にこうやって撮る時に、うん、思いっきりこう髪の毛ブワンって引っ張ってもって。うん、ほんで数がズルンと上まで上がってめっちゃでかい広い人になったりとか、羽舞台ってこうちょっと下地があるんですよ、うん、でその上にカツラかぶるんだけど、うん、ほんなその桂普通ここまで大体この辺までにするわけさ、灰岩を。ほんなら、ぬぬぬぬんってこの辺まで行って、うん、頭がこう塩沢時みたいな。あと逆もしかりで、カツラかぶって物取らなあかん時にこっち側にカンって当たってめっちゃでこ狭なったりとかする。元々のカツラがある人はどうされるんですか、うん、ちょっとやめてくれる、そういうデリケートな話は。急に人手がいるときに浮いてる人材なのね、大体本番中に、ね、何、ね、かあったときにちょっとこれ頼めるって言われることが結構。ああ、なるほど。で昔あの歌の時に踏めくりの人が来なくって、もう今やってって言われて、で行って落ちてどこか分からへんって横から蹴られるって伴走者。それすごいな、蹴った伴走者もすごいな。名前言うた。あー意外。まあでもね、正しい指示の出し方よ。あー、そういうことね、うん、ここよって、うん、はい、昔音大でサロメの演奏会形式。へえ、ほんのあったんや。ゲネと当日の間に、うん、字幕急出しの人がインフルエンザになった。あらまあ。で本番だけやる。でドイツ語でしょ、うん、一切わからない、うん、で譜面も今日初めて見る譜面、うんうん、でどないすんねんって、まあ、演技も頼りになるなと思って、うん、演奏会形式でしょ、うんうん、なんとか人 A、なんとか人 B、なんとか人 C、なんとか人 D みたいに男性4人か5人ぐらいの掛け合いのところだったら今誰が歌ってるか分からへん。そうやね、うん、聴講室から見たらもう口が開いてるかどうかも見えないでしょ、うんうん、で多分ここ、多分ここ、多分ここ、多分ここ合わへん、ここここって急にパッパッと変わったりとかして、うんうん、最後大きな別のグループになった時に帳尻を合わせるってやったけど多分合うてないと思う。あ、それはでも災難やな、そのタイミングでインフルエンザーになった人もやし、なった人も気の毒やし僕も気の毒やしお客さんも気の毒や ね大体の人がもうこれをやらなきゃいけないっていう役割が決まってる中、うん、僕みたいな人の役割がないまま当日いるのよ。なんか頼まれやすいよ、うん、でもなんか事故面白いよね。面白いけどその時はもう必死やで。結局終わって何年か経った時に事故のことしか覚えてへんっていう。そう、内容よりもね、そっちの方が多いよね、うん、まあだからね、後になったら何でも面白いんですよ。だからしなくていい事故はたくさんあったけれども、事故になった時にそれを悔やまないように皆さんしてください。なるほど、はい、とまあいい感じの話になったところで、本日のメインの何だっけ、舞台上での失敗トーク、はい、おしまい。はい、おしまい。結構これゆるっとした感じだったね。そうそうそう、この3つの中では抜き回、うん、どうでした？
なんかいいのかなこれでって感じ。寸法的にはねこれぐらいが実は一番楽なのよ。なるほど。ほぼ原寸なので、これからもぜひ面白ハプニングを、はい、よろしくお願いします。いやいや、やだよ。あのね、でもね、面白ハプニングってね、面白ハプニングというかハプニングってね、例えば演奏会の YouTube とかね、そんなんがあってもね、その部分は公開されないわけです。まあもちろんね、そういうのが楽しめるのは現場に行った人だけなわけ。まあそうね、別にハプニングを期待していくわけじゃないけど、足しげく通ってるとなんか時々面白いこと起こるよっていう。それはね、足しげく通ってるからこそ見られるなんとなくその空気感ってあるからね。スニーカーで出てきたりとか面白いこともあるかもしれへんけども、奇跡的に全てがハマった、こんなことめったにないよねっていう名演みたいなものも、その場にいた人だけ同士でしか分からない、あの時ああやったよねみたいなのって、あるあるある。やっぱり行かないとないので、なんかそういうものが時々見れるってのが舞台の面白いところかな、ね。4月以降何かあります？4月は関西歌劇団のコンサートがあります。26日、はい、その後に、九州の方でこちらが長女のコンサートがあって、で5月はね何もないんですよね。あで6月の頭に言うの忘れてた、さっきアンジェリカの話しながら、泥棒かささぎというオペラをやりますよ。どこで？フェスティバルホール、でロッシーニの作品で、多分関西初演じゃないかな。どこがやるの？これだ。フェスティバルホール。あ、フェスが主催。そう、の脇役をやります。ちょこっとだけ出てきて、バーって賑やかして。カササギの役じゃない。カササギの役ではございます。じゃあ泥棒？泥棒カササギやから、泥棒カササギが泥棒をする話だって。泥棒って言ったらもうそれカササギになっちゃうから。二つの役やんね。一幕は商人の役で、二幕は森場の役。まあそんなわけで、あれ止まったね、多分ね。そう、カメラはついてへんの？消えてるでしょ。あれでも随分長い間から消えてんだよ。あ、本当に？じゃあメモリーいっぱいになった。大丈夫、これとこれが生きてるし、音声あれで拾ってるから。なるほど。はい、はい、というわけでお時間になってまいりました。はい、あっちのカメラしか生きてないので、この番組は純物像をきっかけに劇場に足を運んでいただきたいと、熊野正夫が発信している熊野音楽チャンネルという YouTube チャンネルでお送りしております。ご覧になった方は熊野マークからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとはこれね、これね、よろしくお願いします。コメントもね、コメント欲しい。僕はこんな失敗しました、ああスライド飛んでいきましたと。これで、はあ、スライド飛んでいきましたという話、定期的に何回か耳にすんねんけど、実際に見たことない。ないね、それは見たことないわ。あとシンバルが落ちる人とね、YouTube で面白い演奏ハプニングとかあるよね。シンバル落ちてこうやって敬礼してる人って、ね、子供のやつ ね、あとあれ、バイオリニストが客席で携帯が鳴ったのを完コピするって。ああ、あったね。チャララ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 、あのできるとおしゃれよね。おしゃれだよね。この間歌に行ったところでは犬が吠えたから、それは MC に出たけどね。これはもう一番になってしまう。はい、はい、というわけで、コメント、自分の私の身の回りで起きた失敗談なんかもよろしくお願いします。キヨさんはこっちワンショットやからこっちでいいよ。はい、あとマサオのツイッターはこちら、キヨさんのツイッターはこちら。はい、というわけで、本日終了です。また次回もよろしくお願いします。またね、わー、3本撮りやね。あ、これ今日ついてなかった。
なんで